皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログの年です。今日は平方根の大小、つまりルートのついた数の大きさを比べると、こういう勉強をします。もし動画を見て役に立ったなって感じた人いたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では始めます。数の大小を比べるとき、中学1年生で勉強した数直線、こちらを思い出してください。原点が真ん中にあって、原点から右側に正の数が並んでいます。原点から左側に順番に負の数が並んでいると。2つの数を比べる場合ね、2つの数で右側にある数の方が大きい、こう勉強しましたよね。これはルートがついた数でも同じです。では正の数と負の数を比べる場合、正の数は原点から右側に並んでいますよね。負の数は原点から左側に並んでいます。ですから正の数と負の数を比べると正の数の方が大きい、こう言えるんですね。ですから括弧1の5とマイナス2を比べると、5は正の数、マイナス2は負の数ですから、不等号は5の方に開いた、こんな形になります。括弧にマイナス9と 0.1、 なんか 0.1 っていうとちっちゃいってイメージあるんですけど、これにお任せないでくださいね。マイナス9は負の数、 0.1 は正の数ですよね。ですから正の数の方が大きいんだから 0.1 の方に開いた不等号、こうなりますよね。ルートがついた場合も同じです。括弧3、マイナスルート7とルート3、マイナスルート7って負の数で、ルート3で正の数でしょ。負の数と正の数を比べたら正の数が大きいんです。ですからルート3の方に開いた不等号、これが答えになりますね。括弧4番、ルート5とマイナスルート17、ルート5って正の数、マイナスルート17って負の数ですから、正の数が大きいのでルート5の方に開いた不等号、これが答えになるんですね。じゃあ正の数同士を比べてみましょうね。3と5どっちが大きいですか？バカにしてるわけじゃないですよ。もちろん5ですよね。8と2は8の方が大きいんですね。なぜって聞かれたらどう答えます？さっきの数直線で言ったら、数直線上で3と5なら5の方が右側にあると、8と2なら8の方が右側にあると、こう説明できますよね。でも1年生の時もう一つ勉強したんですよ。それは何かっていうと、正の数同士を比べるときには絶対値が大きい数の方が大きい、こういう勉強をしています。絶対値というのはプラスマイナスの符号を取った数字の部分だけですね。3と5を比べたら数字の部分5の方が大きいですから、5の方に開いている。8と2なら8の方が絶対値が大きいので8の方に不等号が開いている。これルートがついた数でも同じです。括弧1番、ルート5とルート11、ルートの中に両方とも入っているので中の数字だけを比べます。5と11ですよね。絶対値は11の方が大きいのでルート11の方に開いた不等号、ね、こうなるわけです。括弧2番、3とルート7、3はルートに入っていないんですよね。でルート7、これ中は今後の中に入っている。こういう場合はどうするかというと、3って2乗したら9になる。ですから3はルート9と、で2乗して9になる正の数、こう考えます。ですからルートの中に3を入れますと、9と7を比べればいいわけですよね。とルート9の方が大きいんで3の方に開いた不等号、こうなるわけです。ルート2と2、これも同じに考えます。2を2乗すると4なので、2は2乗して4になる正の数、
ルート4とこうなるわけですよね。ですからこちらルート2、こちらルート4って考えます。4の方が絶対値大きいので2の方に開いた不等号、これが答えになるわけですね。4番、ルート 0.1 とルート 0.09、 これどちらもルートの中に入っているので、ルートの中に入っている 0.1 と 0.09 を比べると、 0.1 の方が絶対値大きいのでルート 0.1 の方に開いた不等号、ね、これを書けばいいわけですね。負の数同士を比べてみます、ね、マイナス2とマイナス4比べてみるとマイナス2の方が大きい数ですから不等号はマイナス2開いた、こういう形になります。数直線上でマイナス4よりマイナス2の方が右側に来るからです。マイナス10とマイナス7、これを比べるとマイナス7の方が大きい数ということでマイナス7の方に開いた不等号になります。負の数同士を比べるときには絶対値が大きい方の数が、数の大きさは小さいと、負の数では絶対値が大きくなればなるほどどん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 左側に進んでいきますよね。ですから絶対値が小さい方の数が、大きいと、こういうことが言えるわけです。5番でマイナスルート3とマイナスルート5を比べると絶対値、ね、3の方が小さいですよね。ですからマイナスルート3の方に開いた不等号、こういうことになります。6番はマイナスルート8とマイナス3、これは正の数の時と同じようにこのマイナス3をルートの中に入れます。マイナス3は2乗したら9になる数なのでマイナス3は2乗したら9になる負の数ということでマイナスルート9とこう考えます。ですからマイナスルート8とマイナスルート9と比べると、ね、8と9を比べると8の方が小さいのでマイナスルート8の方に開いた不等号、こういうことになりますね。7番はマイナスルート11とマイナスルート2、どちらもルートの中に入っているので11と2を比べます。そうすると2の方が小さいのでマイナスルート2の方に開いた不等号、これが答えになりますね。8番、マイナスルート17とマイナス4です。マイナス4、2乗すると16になるのでマイナス4は2乗して16になる負の数でマイナスルート16と、こういうふうになります。ですから17と16を比べると絶対値16の方が小さいので負の数としてマイナス4の方に開いた、でマイナス4の方が大きい、つまりマイナスルート16の方が大きいということがわかるわけですよね。で今回はルートのついた数、ね、この大きさを比べる方法、こちらを説明しました。この動画が役に立ったなと感じた人、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。